こんにちは、皆さん。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は数々の話題を提供してくれるプロ野球界から特に大きな注目を集めているニュースについてお話ししたいと思います。それは、ロッテのエス佐々木明生選手の契約公開が越年となった話題です。このニュースには様々な見方があるわけですが、今日はその真相に迫りたいと思います。まずは、ことの経緯からおさらいしておきましょう。佐々木選手は4年目の今シーズン、WBC での優勝をはじめ、目覚ましい活躍を見せてくれました。しかし、シーズン通じてのパフォーマンスは 怪我の影響もあり、完全ではなかった。それにも関わらず、彼のメジャー挑戦は球団の承認なしにかなわなかったのです。ここで私の主張ですが、佐々木選手のメジャー挑戦に関してはもちろん、その夢や希望を尊重すべきだと思うのです。ただし、現実を見るとき、彼のプロ3年間の成績や体の状態を鑑みれば、もう少し経験を積み重ねる必要があるのではないかと。それは視聴者の皆さんのコメントからも伺えますよね。シーズンを通してローテを守り、数字を残すべきという声が多いのです。具体的には侍ジャパンの一員としての活躍。 時折にせる驚異的なキッチングには目を見張るものがありますが、シーズンを通して安定感や継続的な成果が今後の彼には求められます。それに他のセンスとの比較も視野に入れるべきだと感じます。仮に今の成績でメジャーに挑戦するとして、果たして彼が目指すレベルの活躍ができるのか、もちろん可能性は否定しませんが、予測可能な成功を積み重ねていく工程も大切だと思います。また、反応への理解も機能できています。例えば、プロ野球選手の夢はメジャーリーグでの活躍、などの意見も当然あるでしょう。しかし、夢を現実にするに、 ためには今の彼に足りない部分をしっかりと埋めておくことが先決ですだからこそ私は佐々木選手が焦らず現状をしっかりと見極め自身のさらなる成長のために日本の地で力を蓄えるべきだと主張します締めくくりにもう一度申し上げます佐々木明真似選手の才能には多大なる期待をしていますしかし大きな二重の挑戦前にもう一歩期待上げてからの方が彼自身のためにもなると信じています皆さんこの考えについてぜひともご意見を聞かせてください動画のコメント欄でお待ちしていますそれではまた次の動画でお会いしましょう さようなら。